どうですか、こしゃちゃん。すごい、皆さんがさ、あののお誕生日おめでとうをツイッターでアイコンとか揃えてくださっているのを見て、おぎのき一同喜んでおりました。ありがとうございます。本当に暗いな、照明分かんない。さっきはちょっと寝てた、眠くなってしまって寝ちゃっていた。寝起きです、ちょっと。そうなんです。皆さん本当にありがとうございます。みんなでお祝いするのが NGT48 の良さだね。そう、本当にもうなんか古社は人間じゃないじゃないですか。なのにこうやって自分のペットまでね、こうやってあの愛してくれて応援してくれてってのはすごく本当に嬉しいです。ありがとうございます。本当にパフパフしてます。そしてありがとうってパフパフしてる。恐竜の古社が可愛かった。そうなんですよ、実は最近は、そういうかコシャにね、お誕生日プレゼントで、あの恐竜のね、あの洋服着ぐるみをね、あのあげたんですよ。でもコシャ服着てると落ち着かないから、今もう脱がせちゃったんですけど、今日はあのコシャにね、お誕生日プレゼント何にしようって思ってたんですけど、例えばちょっと使ってみせて。だってじゃあこれ気をつけ、こうして反応しちゃうかも。この携帯でねボタンを押すと、でもこれさ、恐竜のお洋服を私からプレゼントをしましたね、こしゃこれで。けどこしゃ意外とこれずっとそこで立ってこれ見てるもん、すぎてね。今日おやつも何個食べたってくらい食べちゃったからね。留守番中にいたずらできこれでさ、お座りとか言うの、そしたら本当にちょこんとお座りしたの。でも、え、声どっから出てるのってすごい不思議そうでした。かわいいな、ワンちゃんってやっぱかわいいです。本当に癒しです、癒し。けどワンちゃんの1歳ってなんか人間にしたらもう中学生くらいらしくて、そうだよね、もう15歳14歳とかそのくらいみたいですよ。だからもうあっという間にね、床に追いつくんだよ、こうちゃん。早いや、15から18歳くらい、そう、もうちょい上、思春期、思春期だった。反抗、え、犬にも反抗期とかあるの？ひー彼女連れてくる？小三郎に彼女できるのかな、だって絶対無理だ、絶対無理、ないよね、ないです、ないよね。びっくりした。そうなんです。だってさ、これママこう生まれた時の写真違うよね。うちに迎えた日、うちに迎えた日がこしゃぶ、こんなん。小三郎くん 0.8890g だったんだね、こしゃ。ひっ、これうちに迎えた日、11月25日仁義なき戦いが終わった日。あ、過ぎしちゃってる。福岡から帰ってきた日。今はどれくらい、今はママ何ぐらい、何してんの、こっちは 2.5 とか、このいや
お水美味しいですか、こちゃん。だわ、もう床が寝起きだ。さっき起きた、やばー、あーってなって。2.5キロ？あ、今 2.5 キロなんだ。今日髪の毛ふわふわ。今日髪の毛ね、巻きなんですよ。巻きでした。巻き、こんな、もうボッサボサ。やっぱ髪の毛暗いからあれだね、あの髪の毛暗いから巻きがちょっと重く感じる。まあ、もうただのボンバーになってしまった。本当に。今日の主役はコシャちゃん。でもコシャちゃん、コシャちゃんね、こういうとこ来ると興奮しちゃってね、あーって笑っちゃうから。コシャ何してショールーム見てんの？コシャゆかのショールーム見てるの？コシャー、コシャー、ゆかショールーム見てる。皆さん優しいね。みんなでお祝いした。はい、これから例えば私たちももうすぐでオンライン握手会がもうすぐで、え、待って、16だよね、ゆかたち。研究生の子が14、ゆかたちが16。あともう1週間もないくらいでお話ができます。コシャのインスタの投稿来た？え？コシャ、あんたゆかの配信見ながらインスタやってたの？コシャなんて投稿したの？小木の小三郎ことコシャです。あんたいつの間にインスタ書いてたの？コシャ、朝からたくさんのコメントイラストアイコン動画にある、すべて P に見せてもらったんご。なんともなんとなんと取り柄もない、あ、なんも取り柄ないか、なんの取り柄もないトイプードルの僕にまで優しくしてくれてありがとう。あとでゆかちゃんのショールームに出演の予定です。そうなの？こしゃゆかのショールーム出るの？あんたいつの間にインスタ書いてたの？こしゃ器用だね。パパ、ポシャのケーキ持ってきてよ。そろそろあげないのかな。この時間はインヌは眠い。インヌ、あなたの黒髪はとても美しい。ありがとうございます。もうちょっともうほぼ暗い。前髪パッツン、そうだよ、前髪パッツンです。お、コシャのケーキがやってきた。じゃん。あ、でも待って、普通にケーキみたいな匂いする。ちょっと倒れそうで怖いけど。ハッピーバースデー小三郎って書いてある。え、普通にケーキの匂いするよ。けど犬用のケーキなんですよこれ。ちょっとこうやって見せれないので、こちゃのインスタぜひ見てください。じゃあ誕生日の儀式をしましょう。これはこれ、え、すごく人間食べれないやつで、食べれるけど美味しくないのかな、人間的には。ゆかちゃんも食べる。だってゆかちゃんは食べ食べれるんだ。あ、でも甘さ控えめみて、本当になんか匂いはね、あの本当にパンみたい。
で、こしゃちゃんは火消せないので、代わりに私が、こしゃの、あ、鼻息ふんふんしてるけど、遠隔で消して。ですよ。じゃあちょっと横に行ってもらう、聞いてもらうか、こしゃ。動くる？平気、危ないか。ゆかが消しちゃいますね。こしゃちゃん、すごい。お誕生日おめでとう。ハッピーバースデイトゥーユー、ハッピーバースデイトゥーユー、ハッピーバースデイディアコサブロー。見てる。ハッピーバースデイトゥーユー、コシャおめでとう。わーい、コシャおめでとう。はい、いいよ、電気つけて。じゃあろうそく抜くよ。はい、ほら、こしゃちゃん、こしゃちゃん見て、ケーキだよ。どうす、こしゃ食べてるとこ見たいよね、みんな。じゃあ私はがこうしてあげていい？じゃあママここちょっと大丈夫だよ、全然映らんから。あ、じゃあゆかの椅子に、ゆかの膝に座らせるか。はいはい、いいよ。はい、おいで、こしゃ主役。食べさせていい？もういい？食べるかな、こしゃ食べれる？どうやってあげればいいの？このまま、どうやってあげればいいの？これでもこのまんまさ、食べるかな？どうやってあげればいいんだろう？こうやって顔突っ込んで食べるの？え？じゃあこの星だけ一回あげてみる？上の 1？ あ、OK、この1をあげてみる。食べるかな？こしゃ、どう？鼻についちゃった。食べる？こしゃ、あっ、落ちた。こしゃ、おいしい？初めてじゃない？これ食べるの。で、この星あげていい？このハッピーバースデーもこしゃ食べさせて。ちょっとちっちゃく切るね。ちっちゃくね。こしゃ、おいしい？あ、じゃあクリームみたいなゆかの手に取って舐めさせてみるね。それでいけるかどうか。はい、クリーム舐めれる？こしゃ鼻についてこれワンちゃん用のだから安心してね、皆さん。じゃあこれもこのままあげていい？ダメかな？いい？あげる。クリームで、あ、ゆかの手に。これ食べ方。こしゃ、おいしい？スプーン使う？パパスプーン使おうよ。いや絶対スプーン使わないと食べれないよ。こしゃ、おいしい？おいしいの？すっごいワイルドに食べるけど。こしゃ、おいしいですか？けどなんか何の匂い？なんでできて、あ、でも普通においしそうな匂いするけどね。オッケー、オッケー、オッケー。ゆかも舐めてみたらって、あなたダメだよ。ゆかは、じゃあスプーンで、じゃあこのねスポンジとかちょっとね、これあげるね。食べた食べた。何、おいしい？こしゃ、じゃあこしゃ大人しいね、ご飯食べるときは。初めて食べるね、こしゃケーキね。じゃあちょっとその小三郎のやつあげようよ。ちょっと、あ、お皿に入れるの？あ、お水？あ、ヤギミルク？あ、ヤギミルク飲む？オッケー。どうしたらいい？これもいいの？ケーキ食べさせてあげようよ。じゃああと一口だけあげていい？こしゃ、あと一口食べよう、ケーキ。あとは配信外で食べ、あとで画面の外で食べて。じゃあおいしい、じゃあおいしい、おいしい、こじゃ、おいしい、こじゃ、
美味しかったね。あとは明日食べな、多いから。美味しかったね、こしゃ。初めてのケーキ、はいはいはい、美味しかったね、こしゃ。明日食べな、また。これちょっと一日食べるにはあなたに多すぎるのよ。じゃあこしゃ、ヤギミルクの、こしゃ、ヤギミルクだよ、大好きな。あ、届かない。じゃあおいで、おいでおいで。ちょっと待って、こしゃ、こしゃ待って、こしゃ待って、はい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 、はい、こしゃ、こしゃ、はい、こしゃ、ヤギミルク。ミルク美味しい。やっぱヤギミルクだな。あー、こしゃ、見て。やべ、ふんふんさんとか、ほら、ふのふのおじいさんとか、ありがとうって、ほらね、美味しかったね、こしゃ。ほら、みんなにどうありがとうございましたって、せーの、もうないよ、お菓子は。ありがとうございました、以上こしゃでしたって、もうないよ、また明日だよ。あとすごいクンクンしてるけど、もうこれダメだよ、食べちゃ。見て、こしゃ、こしゃありがとうって、みんな、かわいい。じゃあね、こしゃ、ママに預けるよ。はい、いや、ということで皆さん、こしゃのお誕生日会お付き合いいただいてありがとうございました。本当に本当にもう大満足の1歳のお誕生日でございました。皆さんありがとうございます。こしゃ、何何何、もう赤ちゃんじゃないでしょ。そうね、こしゃ寝なさい。何があってもヤギミルクだって。こしゃちゃん寝癖みたいな感じ。おしに来てくれてるんだよ、こしゃ。どう、どう思う、約4000人の方にお祝いしていただく犬は。何これ、いや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 、何これ、いや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 、知らないんだけど、これ、こんな盛大に祝うことある、これ、こんな盛大にさ、ワンちゃんの1歳の誕生日祝うことある。これ人間用のケーキでしょ、もちろん。こんな盛大に犬のそんなことある。え、ちゃんと小三郎、そう、確かに荻野家はいつもね、誰かが誕生日の時はこの大きいケーキをみんなで食べるんですけど、まあ、コシャは人間じゃないけど荻野家の一員なのでね。じゃあコシャ、コシャいただきます。コシャおめでとう。ゆか消すよ、いくよ。うわー、こんな盛大にインヌの誕生日を祝うってある。コシャおめでとう。コシャ、コシャのおかげでゆかもケーキが食べれるよ。そりゃすごい。コシャのおかげでゆかもケーキが食べれる。コシャ、コシャありがとうね。でもコシャもさっきケーキ食べたもんね。パジャマ着なきゃだって、懐かしい。パパが笑ってるからやめて、本当に。そうだよ、荻野家はもうね、コシャが、コシャをコシャで回ってるからね、荻野家は。もうドゥンドゥンドゥンチュンチュン、コシャへお誕生日おめでとう。いやー、いいね、やっぱお誕生日っていいね。ケーキを食べれるんだもん。なんかさっきコシにさ、ペロペロ舐められたからさ、変な味する不思議な味する。
パパケーキ切ってきてだって。なんで？お風呂入ってから？そんなことないよ。今絶対切ってるよ。ほら。ほら。はい。皆さん、ゆかちゃんにもケーキが回ってきました。しかもなんと、いちごサービス！こちらゆかも食べるね。本当に食べたかったケーキ。いただきます。待って、ショートケーキとか久しぶりに食べた。うんじゅ。知覚過敏なのよ。染みた。じゃあジュースで、お茶ではなくジュースで。生クリームじゃない、いちごが冷たかった。いちごが冷たかった。おいしい。皆さんもぜひケーキ食べてください。皆さん、たまんない。やばいって、やばいよ。美味しすぎるわ。こちらが見てる。もうやだ、美味しい。最後、あ、ミラーボール、ありがとう。小三郎くん、いただき、こしゃこしゃ、これ食べるよ、ゆかが。ここ、濃さ、濃さ。あ、ファンタオレンジ、いや、非常に美味しかったです。コシャちゃん、ありがとう。今のコシャの顔ね。今のコシャの顔、そしてこうやってだから匂いを噛んでいる。美味しかった。ごちそうさまでした。
腹いっぱい。コシャの誕生日プレゼントいっぱい届いた？あ、まだまだね、見れてないんですよ。コシャ、お誕生日プレゼントあるといいね、コシャ。コシャ、なんて顔してんの。コシャ、あるといいね。けど、ゆかが来たから嬉しいよね。みんなが見てくれてるだけで嬉しいよね、コシャ。ね。もう見てくれてるだけで十分です。だってこしゃね、かわいい。今のこしゃの顔はもうまん丸おめめでうるうるしてパチパチしながらこっちを見て、早くみんなに会ってほしいな、こしゃ。早くみんなに会ってほしい、こしゃ。どうやったらさ、あれなんだろうな、うん、もう急に NGT 劇場に連れてきたい。ゆかがコンフェッションを踊ってる時に後ろで見ててほしい、こちゃん。みんな優しい、優しいよ、みんなさん、本当にどうもありがとう。みさ、あ、コシャもね、おねむだね。ということで皆さん、これはコシャのお祝いというあれでした。皆さん本当にありがとうございます。本当にもうこれコシャ、この世に生まれて1年目、すごく思い出に残る1歳のお誕生日だったかと思います。皆さん本当にありがとうございます。もう荻野家ともども皆ありがとう。これからもね、コシャのことよろしくお願いします。すくすくと成長していきます。コシャも NGT メンバーに、うーん、だから、いやー、もう9月の10日ですよ。9月の10日だよ、皆さん。もう90、明日11、12、12、13、14、15、16、けどもう、2月3月4、5、6、7、8、9、もう7ヶ月も劇場に出てない。7ヶ月も劇場のステージに立たないってことなかったですからね、今まで。いつもこの話してるの。けど本当に思う、7ヶ月もないなんてことなかったですからね、うん、なんか1ヶ月出演がなかっただけで超久しぶりに感じてた時があったのに、7ヶ月ってなったら、うん、確かに自分的に忙しいなって思えてた時期は、でも月に1回は出演はしていたですね。だからさ、7ヶ月ってなると結構もう初日くらいの気持ちになりそう、うん、握手会もさ、1ヶ月空いたら久しぶりってなったでしょう。握手会も1ヶ月空いたら、え？久しぶりってなったから、うん、せやなくしかクリスマスだった、すごいね。え、ゆかちゃ
んとは一度も握手したことない。それは現場主義には辛いよ、なんか、うん、本当にね。私は去年の11月から、うん、ああ、あ、そうか、DDC があって。もう、今年のほら、東京アイドルフェスティバルも、オンラインで、じゃないですか？ね、オンラインだから、この間のアットジャムのオンラインも、不思議な感じがしたもん、なんか、あ、なんか歌番組の収録みたいな感覚だった、うん、アベマ的ニュースショーのさ観覧とかもあれすごく楽しかったし、楽しみにしてたんですよ、皆さんが来てくれるの。けどそれもそうなくて、今は私もさアベマ的はあの場所がアナブースからやってるから、またあそこのところでもしたいし、そうなの、またまた早くできるになったらいいな。あれ、ゆか髪のオーブあった、以前のような形に戻るという、そう、待って、ゆかかなりお腹いっぱいかもしれない、今やばい、もうかなりお腹いっぱいだわ、私もう、ご飯、夜ご飯食べて、その後もあれケーキ食べて、あーお腹いっぱいだ、けど美味しかった。やっぱちょっと黒髪なんか重いな、ゆか、なんか重く感じる、なんか画面のあれがちょっと変に感じる、やっぱこれはリップの色が足りていないの、なんか明るいと暗くしたくて、暗くなると明るくしたくなるっていう、気のせい？気のせいか、気のせいだ、暗いからかな、この明るい場所が。オレンジ色に染めてみたい。けどさ、ガタピーが一回あれなんだっけ、公約かな、選挙公約か何かで髪をね赤くしてたんですよ。あれ選挙公約だっけ、ガタピーが赤く、あれ可愛かったね。けどゆかは赤は多分てか絶対似合わないから、代わりにあやかにはすっぴんにな、あー懐かしい、あやかにすっぴん公演、いやすごいな、すっぴん公演って、すっぴんで公演、私すっぴんで公演やってくださいって言われたら、
なんか一個だけじゃあなんかしていいよって言われたらどこやりたいかって言うとやっぱりリップでね、やっぱりリップでね、口の色。まこちゃんかわいい、かわいい、何あのね、かったもう目で閉じてもかわいいんだから。多分一個だけってなったらもう口の色です、血色。口だね、口の色だね。うん、たわしみたい。こっからたわしにしか見えないコシャが。私はベースメイクかな。そういえば皆さん、ビスさんの YouTube にみなみとあゆとひなたの3人のね、バッグの中身紹介っていうのが YouTube で上がってるのでぜひ見てください。本当に可愛いので3人とも、本当にぜひ皆さん、まだ見てないという方はこういうことはもうビスさんの YouTube ぜひ見てください。で、いっぱいコメントもしてください。本当に。え、なんかパパがさ、真顔でなんか来たと思ったら、なんか何、急にこんなの持ってきたよ、サブロー。これいいの、コシャに渡したら、コシャに、コシャの手に入ったら一瞬で遊び道具、ほらコシャ反応してる。サブロー、サブロー、小三郎の由来です。これが小三郎の由来がこれです。コシャ、コシャのお兄ちゃんだよ、コシャのお兄ちゃんだよ、コシャのお兄ちゃんだよ、この子。はあ、あ、これ募集？あ、こっち？なんで？大きいのでいいのに。これをね、コシャの手に入るとこれをここコシャが噛んで、あああああああってね、コシャ、コシャここ噛んで、昔の床みたい。昔の子もサブローの子こうやってずっと振り回してね。コシャは兄貴を振り回すから。コシャ目で合うの、こうやってコシャ、コシャ、コシャ起きて、なんでパパがどうしても出演させてほしいらしいの。パパがどうしてもこれをし、なんでパパのお気に入りでしょ。おめでとう、おう、こう、ねえ、うん、と、もう一回ってあったのね。あ、はいはい、コメントではもう一回ってなってたのね。はいはいはい、見逃してた。こう枕にしよっかないか。うわー、いいよこれ、これいいわ、これいいわ。
かちゃんより、ゆかちゃんより大きいですね。そう、扇の木はもうこんな感じです普段からね。はい、これパス。こっしょ。ママのね、ママの肘からこうやってって顔出してる。コシャと一緒に寝たいだって。ママのね、こうやってこうやってやってるところに、ここにね、ここで顔出してる。今目が、コシャの目もこんな感じ。今日はリビング配信でした、コシャの。コシャウインクしてる。コシャがやって床まで動けない。もうなんかコシャとさ、今日さっき ねあのご飯までね遊んでたからね。コシャちゃん、早く皆さんにも会ってほしいです。コシャと、コシャは人見知りを発揮するけど、待って、全部インドの話になってしまって1時間。すごい、皆さんもう聞いてくれてありがとうございます。ただの私のこの雑談を優しく聞いて、そしてコメントくれてありがとうございます。じゃあ来、クシャの来年のお誕生日はもっと可愛いお洋服、詰め合わせ、あとはヤギミルクあげようかね。早いね、もうちょっとで1時間経った。早い。こんばんは、星を集めに来ました。こんばんは、ありがとう。来年も小三郎生誕祭しましょう。ああ、優しい。ぜひ付き合ってあげてください。肉球握手よろしく。その前にゆかちゃん誕生日行くでしょ。ああ、ゆかちゃんもう22歳になる。ゆかちゃんもう22歳になるよ。早い。ゆかちゃん22歳だって。久しぶりにゆかちゃん見れた、ありがとうございます。コシャより21年もこの世で長く生きてるからね、コシャ。寝てるね。22歳だって。私早いわ、もう。そうです、22歳ですよ。私ももう2月で。22歳になったら次はもう23歳だよって言ってるんだよ。怖い。まあね、まだ5ヶ月も先ですが、あっという間に還暦って。もうちょっとそれは。お水おいしい、こしゃ。こしゃ水飲んでんのかい。こしゃ起きたの。あんた、そんなクリクリなおめめしてうらやましいわ。そんなクリクリ、水をさ、この子さ一気に飲んじゃうんだよね。40歳まで NGT？ いや、40歳までいた
ったらすごいよね、ゆか。ねえ。あ、いや、本当に癒しなんです。もう古車を見てたら、ベロ出して。古車を見てたらね、本当に涙が出そうになるんですよ。古車を見てると可愛くて涙が出そうになるんです。今日はね、古車風呂のお話で終了と なってしまいましたが、皆さん本当に古車のお祝いありがとうございます。古車もさっきも言ってたけどありがとうございますって、古車が。おい、ゆか、ありがとうってみんなに伝えとけって今古車が言ってた。ありがとうございます。次は、何の配信しよう。次は、あ、前言ってたやつやりたい。あのさ、あれ、この曲流してみて踊れるかみたいな、この曲流してみて覚えてるかなとか踊れるかなっていう、ランダムで流して、あ、それやりたい。前それをさ、ほらやったんだよ、ソファーで。じゃあ次の配信はそれにします。多分またいつもと同じく20時くらいからだと思うので、今日やったから2日3日後くらいかな。ということで、皆さんまた次の配信もよろしくお願いします。今日のは本当にありがとうございました。皆さんありがとう。おやすみなさい。お風呂入ってくる。明日は早起きなので、今日は早めにお風呂に入って、寝れるように頑張ります。皆さん本当に、すべての皆さんありがとうございました。コメントもおやすみー。